はい、こんにちは。映画のプロデューサーをしております佐藤源と申します。スキップシティ国際リーシネマ映画祭2020開催おめでとうございます。この映画祭では敬遠というプロデューサー作品上映していただいたり、昨年は、国際コンペティションの審査員も務めさせていただきました。私にとっても非常に思い入れのある映画祭です。この映画祭の特徴としては劇映画、それから、ドキュメンタリー、アニメーションと本当にですね、いろんな国々から、本当にいろんなジャンルの作品が、集まる、才能が集まる、本当にボーダレスな映画祭だなというふうに感じてまして、作品の質とか、本当に選定のなんか確かな目であるとか、本当に素晴らしい映画祭だなというふうに、常々感じてます。今年はオンライン開催ということでですね、みんなで一堂に会して映画を楽しむという形ではございませんが、逆にオンラインということで、いろんな場所から、いろんな人が、アクセスできるという意味では、この映画祭のそのボーダレスな精神にふさわしい、開催方法かなというふうに思ってます。私も自宅から映画祭楽しみたいと思います。皆さんもぜひ楽しんでください。それではぜひ来年は会場でお会いしましょう。じゃあスタッフの皆さん頑張ってください。